1点リードのロンバルディアは後半ディフェンスの石崎を投入し守りを固めてきました。ピッチに入った石崎、その顔は険しく緊張している様子が伝わってきます。これがピッチから見たチャンピオンズリーグ、世界最高峰の舞台での試合となりゃ、サポーターからの期待もプレッシャーも半端ないぜ。早くここで戦ってみてえと思ってはいたけど、いざピッチに立つとやっぱりその上がっちまうな。石崎、大丈夫だ。今までの練習通りにやればいい。しっかり声を出して連携していこう。グラスゴーグリーンの攻撃を俺たちで食い止めるんだ。ジョフレ、メリージョ、翼のアドバイス帳に書かれていたことを思い出せ。翼だって世界の舞台で挫折や苦労もしたんだ。俺も翼に続くんだ。ビビってんじゃねえ。俺だってヨーロッパに来てただくすぶっていたわけじゃない。メリージョ、そしてジョフレ、世界で戦う仲間たちと必死に練習してきたんだ。試合の数日前、移籍したものの出場機会に恵まれない石崎は、全体練習後一人残って翼のアドバイス帳をもとに黙々と練習を続けていた。今はとにかく練習してもっと上手くならねえと。待ってるだけじゃ状況は改善しねえし、チャンスが巡ってきても取りこぼしちまう。お疲れ石崎、調子はどうだい。よー石崎、俺たちも混ぜてくれよ。ジョフレ、それにメリージョまで、もうチームでの練習時間はとっくに終わってるだろう。一人でできることには限界があるだろう。俺たちが付き合えばもっと効率的だと思ってね。いいのか。葵もちょくちょく付き合ってくれちゃいるけど、あんたたちと一緒にやれるならすげえ助かるぜ。よし、この辺でいいだろう。結構いい時間になってきたところだし。もう足が動かねえ。けどいい練習になったぜ。石崎、このノートは何だ。あ、それは。へえ、こりゃすごいな。おい、ちょっとメリージョも見てみろ。確かにすごいな。試合での心構えやトレーニング法、それと石崎の試合中の癖が細かく書かれている。石崎が自分で作ったのかい。いや、翼にもらったんだ。翼？カタルーニャの大空翼か。あいつと俺はガキの頃からの付き合いなんだ。俺のことを誰よりも理解してくれてるんだよ。なんつうか、そう、親友ってやつだな。なるほど、大事なノートなんだな。勝手に見て悪かった。気にすんなって。別に隠してたわけじゃないしな。俺はこのノートを参考にしてもっともっと上手くなる。そして今度カタルーニャとアウェーで戦うときは試合に出場して勝つことで翼に恩返しするんだ。石崎ならきっと試合でも活躍できるさ。君のがむしゃらなプレイスタイルはチームに新しい風を吹き込んでくれると思ってるしね。この先石崎が必要になる場面は必ず来るはずだ。だからこそ監督はお前をチームに呼んだんだ。
その時が来たらちゃんと連携ができるように俺たちも練習に付き合うぜ。ありがとな、二人とも。グラスゴーグリーンはカタローニャにも負けない攻撃的なチーム。力試しにはうってつけだ。一点のリードを守り抜こうという布陣のロンバルディア。しかしグラスゴーグリーンも攻撃の手を緩めません。ウィルがロンバルディアのディフェンスに切り込む。中央のケビン中村にパスを出し、これが通る。このシュートで同点に並ぶ。させない。大きく曲がるケビン中村のシュートの軌道を読み、メリージュが見事なブロック。好守備を見せます。まだボールは死んじゃいないぜ。おっと、浮いたこぼれ球に対しウィルが大ジャンプ。なおもロンバルディアのゴールを狙っている。あっと、今度はジョフレイのブロック。失点は防いだ。これこそが鉄壁のカテナチオだ。しかしグラスゴーグリーン、このプレーでコーナーキックのチャンスを獲得しました。あのシュートを止めるとはさすがだな。それでこそ点の奪い合いがあるってもんだ。コーナーキックのボールを蹴るのはケビン中村。フリーキックの名手である彼にグラスゴーグリーンは命運を託します。深呼吸して集中力を高めたケビン、勢いよくボールを蹴り出した。これは直接シュートか。強烈なスピンがかかったボールは大きく弧を描きゴールへ吸い込まれる。フセイナー、ゴールキーパージノ、ファインセーブ。横飛びジャンプで直接キャッチしピンチを切り抜けた。ロンバルディアを支えるカテナチオ最後の砦、ジノ・ヘルナンデス、見事なキャッチでした。ピンチを切り抜けたロンバルディアですが、グラスゴーグリーンにボールを支配され苦戦を強いられています。ここから先には進ませねえ。ボールをキープするウィルの前に石崎が立ち塞がる。ウィルの足が止まったぞ。そう長くない。ここは強引に仕掛ける。させるか。わっ、ディフェンスをものともせずに押し通るウィル。石崎が倒されますがホイッスルはならず、ここは審判ファールを取りません。今度は俺が相手だ。次から次へと。痛い、思いっきり当たってきやがって。でもまだまだ負けてらんねえ。ウィルの意識がメリージョに向いている。今がチャンスだ。何？根性で立ち上がった石崎、ビルからボールを奪った。ボールを持った石崎、そのままサイドからの攻撃に転じます。葵、任せたぜ。はい。させない。兄貴にバカに頼るわけにはいかないんだ。石崎から葵へボールをつなぎますが、バイソンのタックルでボールは再びグラスゴーグリーンに移り、激しい応酬が続きます。バイソン、俺にボールを回せ。このチャンス必ずものにするぞ。兄貴、頼んだ。バイソン、
前線に向けて高いパスを繰り出した。これに反応したのはもちろんウィル。ジョフライもジャンプで勝負を挑むが、ここで競り勝ったのはやはりウィル。ボールをキープして着地したウィルに対してメリージョが仕掛ける。しかしウィルはこれをターンでかわし一気に抜き去った。主力ディフェンスが抜かれたロンバルディア、ゴール前はガラ空きだぞ。ボールはもらった。出た、ウィルのシュートが炸裂。走り込んできた石崎が至近距離でウィルの強烈なシュートを顔面ブロックだ。勢いをそがれたボールはゴールキーパージノがしっかりキャッチ。ロンバルディアのピンチを初出場の石崎が救った。やったぜ。いてってって、なんて命知らずなプレーをしやがる。石崎か、とんでもねえやつがいたもんだ。試合終了。グラスゴーグリーンの猛攻を懸命なディフェンスで守り抜いたロンバルディア。グループリーグ突破へ向けてホームで価値ある勝利を挙げました。ナイスブロックだったな、石崎。あのシュートを顔面で受け止めるとは恐れ入ったぜ。石崎のガッツがロンバルディアのカテナチオをさらに進化させてくれる、そんな気がするよ。ありがとな、メリージョ、ジョフレイ、二人が自主練に付き合ってくれたおかげだぜ。後半だけの出場だったけど、俺グラスゴーグリーンを0点に抑えたのか。まだ実感はねえけど、多分俺前よりずっと上手くなってる気がするぞ。翼、待っててくれよ。お前からもらったアドバイス帳で絶対にレギュラーの座を掴んでやるからな。そして次のカタルーニャ戦はお互いに思いっきり勝負を楽しもうぜ。Thank you.